動画じゃなくて、動画じゃなくてっていうか、俺にはダメですよ。そう、ガラケーだ。今の私は何をしてます。これもソーダストリーム。炭酸水で炊くだけで、つや持ち、ふっくら、驚きの事実。コーラにもソーダストリーム。どういうことした？マジで？もしもし？あ、俺ちょっと、もしだから俺これこれって。家の電話の基本料は安くできるんだ。工事もいらない。電話番号もフラーマス。間に合ってます。もう本当だったらすごく良くない？そうなんですよ。小道まで乗っけていかないもん。この辺で飲めっつって下手して乗っけてってまた送っていかなきゃなんないぞ。めんどくさいからよ。声が立ってます。ああそうですか。おとなしいの。何のツアーっつって置物みたいな感じ。うちの子はもう活発すぎる。ママ、姫ちゃんと違って痩せてるじゃんか。痩せたね、ママね。顔は姫とそっくりだ。色が薄いだけ。警戒情報が発表されている地域があります。
小沢さんね、君は。九重町を流れる野上川では、今日午前10時ごろ、50代の男性。またハグちゃんみたいな産んじゃったの？近くの病院に運ばれましたが、そっくりじゃん。確認されました。あとはこのほら、野良黒みたいな、ほら、染めが両方黒いやつ、うちの近くにもいるの。これだってハグちゃんでしょ。ハグシャーって言うんじゃないの、ハグだから。ハグハグの写真、子供の時の写真として使っていい？波の高い状態が続く見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水のこの子はみんなそうか、高波などに十分注意するよう呼びかけています。台風来ないよね。だって女子ゴルフの海外メジャー大会全英女子オープンで日本選手として42年ぶりに優勝した渋野日向子選手が本当だ。また同じ男となので、うん、そうそう。かわいい。ハグそっくり。この子いつまで雇ってくれるような店だったらいいかなって。仕事やるのはちょっともう、しんどい。お金かけて。記者会見で喜びの心境を。でも、だいたい消化したしね。10月はこの、